はい、おはようございます。カツオとカツオクです。今日はですね、淡市の日でございます。岩屋のターミナルに来ておりますが、非常にいい天気になってるんですが、あそこのモニュメントがですね、2月の29日まで工事で立ち入り禁止でございます。皆さんご注意してくださいませ。残念ですね。けどめちゃめちゃこう天気が素晴らしい。まだね、夜明け前でしょうね、日の出前ですね。今日はどんな感じで行きますか。はい、今日はホイールが新しい、ホイールがそうそう新しいので、カツオのベロシックスですね、エリートさんから新しく出たホイールでございます。どんな感じかね、もう淡市向けだと思いますので、楽しく行ってこようかなと思っております。それからカツオ9号、なんと50ミリハイト来ましたね。はい、念願の。軽くて50ミリハイト、なんかめっちゃ走れる人っぽい感じのホイール自転車になってませんか。はい、かっこいいですね。はい、カツオのあのキャニオンついてたシュワルベのプロアンティティ履いてます。めっちゃ速そうでございます。はい、これ多分淡市ね最適だと思いますので、はい、一番いいと思います。はい、どんな感じか楽しみに行ってまいりましょう。じゃあよろしくお願いいたします。めっちゃいいですね。いいね。いやー、最高にいい朝でございます。行ってみよう。普段木の絵撮影をしていきましょう。いやー、良いですね。朝から優勝いたしました。ガーミンの気温計は9度。暑いです。暑いです。脱ぎます。いいよ、最高ですね。今日は心地よく走る感じでございますので、ちょっと絶景スポットで写真をお撮りしましょう。はい、イエーイ、すげえ、めっちゃ気持ちいい。よろしくございます。加藤さんもご機嫌でございます。ちょっと興味引きますね、これ。玉ねぎカレーブ、これちょっと朝露でちょっと座席がビチャビチャなので、ちょっとこっち座れません。ビストロマン、いただきます。ダブルクリームサンド頂戴します。まあ、寒いので塞ぎます。 OK ですよ。塞ぎました。はい、住むとね、過ぎますと車が少なくなってきますね。良い感じでございます。淡路らしさがね、見えてまいります。いかがでございますか。ちょっと山になると重い気がする。タイヤもね、重たいのでね。はい、前後でタイヤ含めた200ぐらい重いかもですね。そっか。はい、それちょっと影響が出るかも。かっちょよろしゅうございますね。ねえ、平坦はめちゃくちゃ気持ちいいです。平坦はめちゃめちゃ速かったね。はい、そっちはどうですか。こっちはね、上り重たいです。まあ、家族と走るのはちょうどいいぐらいですね。はい、暑くなりすぎたので脱ぎます。山岳に入るとやっぱり暑いです。けどまだ気温は10度ぐらいですね。10度ぐらいだと思います。そう、後ろ閉じたらもう全然寒さが感じられない。笑かすぐらい暖かくなった。一応しました。はい、東海岸やってまいりました。淡市日和でございます。波もほぼなく、まあ今日はあのゆるポタなのでそんなに速いとは知りません。オイルはね、快適ですね。あの上りはね、やっぱり重たい感じはいたしますけれども、一旦スピードにね乗りますとパワーかなり少なめでいっちゃいますね。ギュイーンと。
よい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 。ザ・阿波市、ザ・阿波市。向こうはヌシマですね。沼の島とか言ってヌシマでございます。とんかつ喫茶ママ。こんにちは。カツオ。ラッシュ。カツオさん。いただきます。ママンランチ。ママンランチ。ママンランチでございます。頂戴します。いえ。マジうまいです。これすごい。すごいわこれ。めっちゃうまい。南淡路が今道路を工事していて通行止めになってますので、ちょっと迂回路を、ね、走ってるんですけれども、いい道ですね。走りやすいです。車もね少ないですし、松岡さんがですねなぜ速いです。ドライブご主人がかなりいい感じになっていらっしゃるような気がいたしますね。ちょっとだいぶ近道をしてきました。あと50キロぐらい。開けた気持ちのいい空間が広がりつつ、自転車専用道路めっちゃ綺麗。淡路島ブルー綺麗だな。とても綺麗ですね。ちょっと向かい風でスピードが出ませんけど、まあ爽やかないい感じで登場させて走っていただいております。あと20キロぐらいです。だいたいね、この辺りでね、ちょっと疲労が来るんですよね。で、なぜかいつもこのファミリーマートで休憩を取るような感じでございます。あとちょっとです。頑張りましょう。やっと到着でーす。お疲れ様でした。はい、淡い市お疲れ様でございました。加藤さん、はい、よく頑張られました。ホイール新しいやつをね使わせていただいたので、ちょっと感想を加藤さんお願いしたいと思います。はい、上りも初めは、はい、ちょっと重いかなと思ったんですけど、慣れてくるとそんなに 40D と変わりなく気持ちよく進みました。上りも行きました。はい、あ、そうなんですね。一番すごいのはやっぱりストレートがいつもより楽に進んだ気がします。早かったね。はい、早い早い。レースとかはやっぱり40かなって感じです。はー、いつもより楽な淡い地でした。あ、そうですか、はい、足の負担はどうですか。足の負担は別に大丈夫。あ、なく6個だと40。6個だと40ですね。淡い地だと50と、はい、50の方が気持ちよかった、はい、あ、十分50でもいけたということですね、はい、美しいドライブ40の表面ですね。雨タイヤがめっちゃ似合ってる、はいはい、うん、エリートのベロ6乗ってきましたけども、ま、D40 で比較するともう全然重さが違いました。ただね、30キロ超えてくると途端にあの軽くなる感じはありましたので、それ以降の領域で乗ると非常に快適ですね。上りはね、なかなかトレーニング的な感じでした。足が少し疲労が来たかもしれないですね、まあ、見た目気に入る豪客の方はぜひ行ってみられたらよろしいんじゃないかと思います。簡単ですがファーストインプレッションでございました。以上です。綺麗ですね。とっても綺麗です。バッタ君がいるんです。自然豊かですね。